バコーン、今週も始まりました。気合切ってかけない。どうも、司会のサルト福田です。お願いします。さあ、そしてこいつらが気合切っちゃうんで。パクパク。パクパク。パクパク。最後こっちにくれたんですかね、一口。入れたやつをくれた。ちょっと汚いやつを。早速本日の企画発表いたしましょう。真の大食いは誰なのか。大食いリベンジマッチ。ということで、まあ、大食い。リベンジマッチということで、はい、まあね、あの、はい、大食いっていうね企画を一回やりましたけれども、はい、その後になんかいろいろごちゃごちゃ揉めましたもんね。ごちゃごちゃ揉めましたね。うん、スタート。井口24皿。ありがとうございます。さあ長澤くん、あれあれ。長澤くんはおいお前ら長澤くんをどこに隠した企画潰そうとしてんのか。長澤くん、土田さん、澤部さん、メンバーのみんな、スタジオに間に合わずごめんなさい。大食い対決で井口原田に負けて以来、悔しさのあまり夜も眠れぬ日々を過ごしてきました。今その大食いの修行から戻ってきている最中です。修行に出てたの。そうです、修行から戻ってきてる最中に手紙を出す余裕があるという、どういうこと。悔しかったです。お姉ちゃんとか友達とかも応援してくれてたのですごく悲しかったです。長澤くんはお姉ちゃんがいるんだ。勝手に涙が出てきました。怖いですね。すごい食べるんですよ、やっぱり。勝てるか不安です。引きずってますね。悔しいですか。悔しいですね。勝ちたいです。長澤くんの大食い武者修行ロケ。一人では心細いのでこの人に見届け人をしてもらいます。どうぞ。じゃあ、すげー出てくるんだこいつ。暗くないベッド。ほら、俺間違えられてサイン書いたことあるからね。じゃあお願いします。うわすごいね。やばかれちゃってんじゃん。やばい。一応ね、このカレーを20分以内で完食したら お会計がタダっていう特典があるらしいんで、ね、まあ、せっかくなんで一回それを目指して、うん、わあすごい。はっきり言って僕だったら20分あったらこれ2ついけます。さすごいな、10分で1個いけるんですか。余裕っすね。それではいきます。よーいスタート。あ、ご飯からいく。ご飯から。なるほどね。うん、どう味は。めっちゃ美味しいです。美味しい。なんか1年ぶりぐらいにカレー食べます。1年ぶり。そんなカレー食わないことある。カレーってそんな食わないでしたっけ。大体月2ぐらい食べます。食いますよね。初めてカレー屋さんでカレー食べました。あ、そうなん。なんか全然違うところで驚かされるのよ。嫌なんだけどね。もうちょっとここで一回やめましょう。あ、あれやめます。やめましょう。あら、もうダメだ。全然食べれてないもん。完食は無理です。食べるペースっていうのが遅すぎると、はい、やっぱ
満腹中枢が刺激されちゃって、ね、よりこう満腹感感じちゃうんです、はい、こう食べきる感じさせないようにを身につける必要もありますし、はい、やっぱりこう早く食べるテクニックっていうのはある程度必要かな。そっか、なるほどね。ティースプーン持ってます。ちゃんと同じスプーンか。ああ、そっか。ティースプーンかと思って。ちゃんとこう、これと比べたら。うわ、チーズだ。どっちもチーズだ。シルバニアファミリー。いただきます。一回浸して。急に。うわ、飲んでますね。さすがカレーは飲み物。すごい。うわ、すごい。数秒で同じぐらい。早っ、人間じゃないみたい。人間じゃないんだよ。人間ですよ。人間じゃないんだよ。うん、これ飲んでんすね。ゼリーはいけるけどね。そうですね。噛むね。そんなに噛むゼリー。めちゃくちゃ噛んでんだ。なかなか噛むんだゼリーを。8回ぐらい。8回噛んじゃダメだよゼリーを。そのままいけない？塊のまま。やってみます。うん、あ、いける気がします。あ、いける？はい。あ、いけるじゃん。ブエブエブエってのやめて。あ、早い。うん、お、あ、ペース掴んできた？うん。なんでタメ口なの？いいから別に。なんでうんって言ったの？ゼリーだったらね、みんなできるけど、カレーはできないよ。お？お、早い。ほら、さっきよりは。飲めてる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 。いける？あ、いけてんね。ペース上がりましたね。すごい。あれ？うわ、見違えるようだよ。そんなすぐ？全然違うじゃん。コツ掴んだ。いや、さっきの倍以上のペースになってるぞ。才能を感じました。おお。うん、こいつら負けたんだろ。この二人に負けたんだろ。ぶっ潰してやれよ。なあ。結構いってますよ。結構食えんな。結構いってますよ。そんでもう半分ぐらい食ってるじゃん。いや、もう半分ぐらいいってる。あら、すごい。いや、すごいな。1キロぐらいはいってますね。もうこんなに早く食べたのが初めてなので、うん、意外とできるかなって。できそうだな。